お父さん、トイレ掃除ありがとう。屋根片付けるんちょっと待ってな。桜子の中の匂いめっちゃ好きやねん。もうちょっとこの匂い嗅がしといて。ああ落ち着くわ。このいい匂い体にもこすりつけとこ。よし、こんなもんでいいか。これで、桜の体しばらくいい匂いするで。ほんまリラックス効果抜群の匂いやわ。そや、お父さんちゃんとトイレ掃除できてるかな。うん、まあいいやろ。ん？なんや？うわぁ。めっちゃ臭いやん。もういいってば。なんでそんな悪臭嗅がされなあかんねん。せっかく気分良かったのに台無しやわ。あかん。もう一回この中入って落ち着こう。はあ、いい匂いや。お父さんの臭い足の匂いとはえらい違いやで。さくら。さくら。どうしたん？なんや？なんやねん、何もおもろいことないけど。さくら、それトイレやで。そんなんわかっとるわ。なぜかあのトイレの中いい匂いしよんねん。ママも一回入ってみたらいいわ。すごくリラックスできるで。さくらリラックスしすぎて足でふみふみしてるやろ。後で入ってみたらいいわ。ちょっと喉乾いたから水飲もう。ちょっと、カメラ近いねん。あんまり水飲んでるところ見られるの嫌やねんけど。触らんといてや、水飲んでるときそんなんされたらびくってなるやんか。